うマットさんでございました。マットさん30分ぶり大逆転。私ですね、MC の福丸伯爵と申します。そしてこの番組を一緒に盛り上げていただくこの方、分かってはないこと花井奈々です。よろしくお願いします。さあ、というわけで始まりましたですね、大逆転なんですが、その前にですね、番組をご覧の皆様並びにスタッフの皆様ですね、本日は誠に申し訳ございませんでした。すっかり忘れてましてですね、してなんで花井出てんだみたいなね、前番組見たらびっくりした。思い出したらそこだもん。そりゃ間に合うわけないよ。もう自分の顔見てはっはって思ったよ。いやもういや、いつもいるからいいんだけど、花井見てはっそうだと思ってさ、そうそう、火曜ゲーム劇場さんにね、火曜さんにちょっと迷惑かけたね。そうそう、2人でね、出てね、あのゲストで出るっていう約束だったんで、キャサリンをやるっていう、キャサリンをやるって約束だったんですよね。そう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 、まあ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 、途中でねバズーカ届けに行っちゃった。そう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 びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。大遅刻ですさ。そりゃそうだ、大変だよ、家にバズーカあるからね、うち。ああしょうがないっす。しょうがない、貸してる。俺にしかできない仕事だった、申し訳ない。皆さんですね、あの期待してなかったと思いますが申し訳ございません。でも乗ってたんですか、でもゲスト伯爵の名前って。抜けては、あ、じゃあ、じゃあ、言わなきゃバレない。お前は言わなきゃバレない。言わなきゃバレない。うちの伯爵を。うわぁ、お今日の朝だよ。今日の朝まで、次回のゲスト、高橋美人に更新すら変えない。あ、しかし、もう本当緊張しただよ。あの、ちゃんと、ちゃんとね、緊張しただよ。あの、ちゃんと、あの、あるのね。何が？台本とか。あ、こう、うちみたいに一枚じゃなくて。ね、すぐね、ピリピリしてんの。何が？打ち合わせ。打ち合わせ、ちょ、どうしようと思って、ピリッとしてるよ。打ち合わせなんかしたの？あ、うわ、あれだ、だいぶ。すごいんだから、ほら、これ見て。おー。これ、もうね、すごい、進行のこう順番とかね、全部決まっててさ。すっげー、ちゃんとしてる。そう。でさ、伯爵いないから私さ、どうしようと思って、なんか。いや、でも瀬尾さんいるもんね。そう、だからなんか、すごい瀬尾さんが回してくれましたよ。じゃ、もう一回、ね、もう一回同じことやればいいんじゃないですか。やる？DV とかあんだろこれ。というわけでございまして、皆さんですね、キャサリンぜひよろしくお願いします。そうそうそう、面白いよ。はい、面白いですね。はい、2月17日なんとね、最終ぐらいかな、発売でございますので、ぜひこれ、はい、来週、来週、来週というね、はい、楽しいということでございまして、はい、というわけでもういらないですね。はい、というわけでさあ、というわけでございましてね、この番組ですけどですね、あの皆さんと、どうしたの。いや、イラフがもうイラフク、イラフク、最近ほんとイラフクなんですよ。更年期障害入っちゃったよ、もうイラフク。イラ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 イ、一旦ちょっと悪役だっ、役役だったから、そのままもう悪役に入っちゃって、そう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 、なるほど、そうなる、悪でいかないとちょっと、だってこれからずっと謝り続けなきゃいけないじゃん俺、うん、今日90分ずっと俺片身狭い中やらなきゃいけない、なんだって出演者スタッフみんないるんだから、ちょっと視線が怖いんだ。さあ、というわけでございまして、この番組ですね、皆さんとメールやツイッターなどで楽しく投稿を盛り上げていきたいですね、主にゲーム画面を出さない、そう、あのゲームトーク番組でございますので、あのこちらですね、この番組皆さんと一緒にこう見られるということで、お客さんを募集しております、うん、なんとあの素晴らしい番組、うん、キャサリンも紹介していただいた、うん、火曜劇場さんがですね、はい、と私どもドキドキテレビ大逆転を一緒に、うん、なんと2000円という金額で お客さんが見れる。安いそらそうだ、うん、ただやっぱ我々もちょっとアイドルとか出さないとお客さん帰っちゃう。そう、帰っちゃう。いやびっくりした。アイドルいないの、知り合いいるでしょう。今日残るんちゃうかなと思ったんだけどね。来たら雰囲気良かったの、お客さんね。そう、そうそう、あとはでしょ、今日はいるんじゃないかなと思ったね。やっぱね、アイドルは何とかな、一緒に帰る。あ、びっくりしたね、うん、まあでもそんなね、あのアイドルとか関係ねえぜって人たちも含めて皆さん来ていただければ、うん、秋葉 .tv さんのホームページからぜひご購入いただきましてですね、うん、あの俺が遅刻して本気で謝ってるところとかね、うん、やってないとこ、オンエア以外のとこも見れますので、これびっくりする、うん、はい、それもぜひ、これびっくりぜひ見ていただきたいと思いますので、はい、チェックしていただければと思います。で、というわけで、本日のメールのトークテーマでございますね、はい、こちら、じゃじゃん、じゃじゃん、チョコをもらいたい女性キャラ、チョコをあげたい男性キャラということでございまして、これゲーム、ゲーム、まあ妄想でもいいけど、やった、だからまあもう何だったらもういいよ、あの赤裸々な告白でもいいけど、おー、何だっていいです、とりあえずその、まあ、自分の好きなキャラがいたらそれにあげたいとか、この人からもらいたいとかっていうのが得意なトークテーマでね。得意なジャンルですね。ずっとできるで、ね、妄想族だから、そうそう、妄想族ですよ。こちらの方ですね、あの皆さん、バンバンメールいただければと思います、はい、そして、うちの番組のメールアドレスはこちら、はい、
ドキドキアットマーク秋葉ドット TV、 DOKIDOKI アットマーク AKIBA ドット TV です。はい、こちらの方までどんどんメールいただければ、書いといたからね、これの後ろに書くっていう、そうそうそう、時間があったからね、もう何回やった俺たち、やっと気づいたんだよね。でハッシュタグがですね、はい、あのとツイッターのハッシュタグ DT シャープ DTGD で、はい、なんか縛れるらしいですよ。ドキドキテレビゲーム大逆転ということでございまして、うん、こちらでつぶやいていただくと、うん、こうなんかねいいことになるんだよね。なんか見やすくなるんだよね。そうそう、うん、あれさ、福丸さん始めたんでしょ、ツイッター。そうなんです、びっくりしましてですね、これで高橋名人のね、うん、前中のゲーム大会というのに行かせていただいたんですけども、 その時に始まったんですね、うん、その時から始まった、うんうんうん、アドレスを作られちゃってんだもん、もう用意してお膳立てされて、そうなの、うん、だからもうやらざるを得なくなっていますので、ぜひ今番組をちょっと僕もちょっと軽く入ってますけども、うん、福丸 JP、ね、それでいいの、はい、福丸 JP で探していただければ出てくるということでね。福丸ジャンプ、あ、ジャンプできた。ジャンプじゃないの。知り合いからはね、福丸ジャパンみたいな。あ、ジャパン。あ、いいじゃない。ザックジャパンみたいでいいじゃない。多いです。ちょっと褒められたんで、ぜひ皆さんツイッターやってらっしゃる方ですね、バンバンフォローしてください。フォローミー。やフォローミー。フォローしていただければ皆さんですね、返せばいいんだろ、俺が。うん。そうそう。俺さ、システムが。フォロー返せばいい。フォローを返せばいいんだね。フォローするって。オッケー。大体わかる。大体わかるので、ぜひ、皆さん。で、大体、僕が知ってる名前だったら、名乗っていただければいいんですけども。こっからいけるらしいよ。はい。うちの番組のホームページがこちら、できましてですね。はい。ドキドキテレビゲーム大逆転の公式ホームページ。これ、簡単です。dtgt.jp。こちらを調べていただくだけであっという間に一発目で出るっていうね。ここからフォローしやすくいけます。フォローしやすく。フォローミーボタン。フォローミーボタン押せばフォローできるらしいっすよ。僕を。うん。あ、じゃあ、君いない？いない。あ、君いない。ああ、なるほど。じゃあ、僕が一緒に背負ってやりますのでですね。皆さんこちらの方も来ていただいて、あと、ま、いろいろポッドキャストとかもやっておりまして、うん、はい、帰り際ダラダラ喋ってるけど、これよりもひどい、今よりもひどいダラダラ感のトークがですね、なんと、楽しいね。2時間ぐらい毎回聞かれるっていうね、すごい企画をやっておりますので、ぜひそちらをですね、iPod などに落としていただいてですね、通勤のお供に、聞いていただければと思います。うん、はい、というわけで、今日のテーマですが、うん、こちら、ドーン、ね。チョコもらいたい女性キャラということで、まあバレンタインも近かろうということでね、来週か、はいはいはい、はい、ぜひ皆さんこう妄想とか全然メールとか来ていただければと思いますので、そうそうそう、はい、先ほどのアドレスの方にメールいただければと思います。これツイッターのこっちもちょっと一応ちょこちょこ見てますけども、見て分かるとおり進めるの僕しかいませんので、ここを見てる余裕がないんですね。パソコンここにあるんですけども、なかなかこっちにチラッチラッて見てます。そうそうそう、なかなかいけないんですけども、これも今日も頑張りますので、うん、ぜひ皆さんつぶやいていただいてね、はい、僕も入ってますので軽くつぶやいていただければと思いますが、うん、はいはい、で、あとはさっきちょっと話しましたけど、そうです、先週の土曜日ね、土曜日ですね、高橋名人の前中のゲーム大会行ってきたんですけども、うちのレギュラーでございます、はい、はい、高橋名人の、そうです、月一レギュラーの、月一レギュラーの、はい、高橋名人のイベント、そうです、行ってきました。僕が夕方の部ですよね、はいはい、良い子の時間11時まで、うん、終電ギリギリまで行って帰りまして、うん、新井さんその後、はい、もういたということで、そうです、夜中の部は私と、あとネットラジオを一緒にやってますファミコンキッドという、はい、男と行ってまいりました。ファミコンキッドチームファミコン名人の教えで、そうだね、はい、そうそうそう、まあうちのチームには来ないということでね、僕ら楽しかったよね、僕ら楽しかったよね、なんで夜中ない、何夜中いないの、そう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 、え、何やってたんですか。え、だから俺次の日にテニスの王子様ミュージカル、あ、そうそうそう、いや衝撃でした。面白いでしょ。いや、おもろい。おもろいんだけど、うん、おもろいんだけどっていうのがつく。ただ主役のことハイタッチしてきたよ、俺。いいじゃん、いいじゃん。おー、楽しかった、楽しかった。イケメンとでしょ？あ、イケメンしかいないよ、だって。どうせイケメン、そう、イケメンしかいらない。イケメンしかいない。あまりのイケメン率にびっくりしたもん。おぉうわ、本物だと思ったもん。揃えたな。揃えた。だから、女キャラを排してるんだよね。うん、そりゃそうだよ。いらないよ。もともとのテニスの王子様にはいるじゃない。マネージャー、いる、マネージャーじゃないけど、その、1年生の女の子。女もいるんじゃない、うん、な嫌いなの。ないないない。イケメン、俺これザクッと話そうと思ってたけどさ。まあまた日本青年団でね、楽しかったですけど、ほとんど9割女だからさ。あれまあ、お客さんが。そりゃそうですよ。それでもしっかりしててね、俺全然ワーキャー言ってるジャニーズのコンサート思い浮かべてた。ああ、私もそう思ってます。そうでしょ、最初から最後まで、うん、と思ってたら全然礼儀正しい。
いいんだね。ピタッとして始まったらババッて拍手して、歌に踊ったら拍手して、ほう、ちょっとちょっとでも面白いことやったらドッと湧いてね。そりゃそうです。ああそうそう、俺ずっとこうやってこうやって見てた。うわ渋い顔してる。そんな面白いかって面白い、イケメンがちょっと面白いこと言ったら面白い。いやそりゃウケるわ、びっくりした。あれすごいよね、あのパワーは確かすごくて、いや面白いなと思ったんでね、またぜひ暇な方いたらぜひ聞いてもらってもらおうと思います。違うね、だってさ、違う、俺はさ、結構ジャンプも読んでたからさ、ある程度分かるわけ。でも俺の周りにいる俺を連れてたやつらはさ、驚くほどのファンなのよ。はい、それはそうでしょ。そうだよ、だから本物でしょ。そう、第1期のあの人たちがどうのとか、第2期のとか言ってるわけよ。第 6期目らしいんだよね。でその6期目のスタートだったわけで、ちょっとなんかこうやっぱちょっとたどたどしいとこもあるらしいんだけど、まあまあまあそんなのも含めながら、まあ、こんなもんだろうと思って見てたのよ。そしたらよくいいよね、あれ楽しいわ、結果的に最終的にお祭り騒ぎで終われたから楽しいなと思った。おそうそうそう。で、まあ、舞台セット作ってるのが僕の美術の先生なんで。そうですか。はい、僕のお師匠さんが作ってるんで、杉山イタレさんっていうものすごい方なんですけど、それがこう上からこうバーッて降りてきてね、バーッて降りてきた板がドアが開くんだよ。はいはいはい。これで関係者の皆さんびっくりしますよ。うん、ドアがきちんと開くっていうことはだ、しっかり固定しなきゃいけないんだけど、上から降りてきたやつがドア開くってね、すごい、だってグラグラするってことでしょ。そうなのそうなの、すごいバランスだなと思って、って感想言ったら周りからそんなの見てるなって言われて違うと、王子たちを見ろって。あ、なるほど、そうか、そうそうそう、そんなの見てるな、そうそうそう、俺はそこに感動して、おすげえなんつって、でもすごい、かき割りのドアが開いたと思って、揺れずにと思って、裏行きたかった。ぜひ今度ですね、見てたら、舞台裏見せてください。よろしくお願いします。というわけで、なんだっけ、ゲーム大会。あ、そうそれでね、ゲーム大会、夜中は、その、11時ぐらいから、ね、シューティング、12時。12時か。うん、から朝ですよ。おぉ。はい、あ。6時ぐらいまでやってましたね。大体、でも契約は4時ぐらいらしいけどね。まあね、ぬるっと1時間伸びるらしいけど、全然普通に伸びますよ、最初から5時にせえや、どうせ5時までやるのよ。そう、それで、まあ、シューティングゲームのゲーム大会で、昔のキャラバン、まあ、スターソルジャー、ヘクター87、なんでスター、スターフォース、スターフォース、はい、スターソルジャー、スターソルジャー、ヘクター87、はい、ヘクター87、ガンヘッド、ガンヘッド、スーパースターソルジャー、お、スーパースターソルジャー、はい、ガンヘッド、あったんですよ。ファイナルソルジャー、ソルジャーブレイド7つ。おー。の中で、まあ、みんなでやってチャンピオン決めようみたいな。そう。そうです。それでですね、まあ、好きなゲームにエントリーしていくわけですよ。みんなで。はい、あ。それで。自信のあるゲームだよね。それで、受付でね、イオシスの博士さんが座ってらっしゃる。ゲストに来ていただいた。あ、また北海道からあの人来てんの。そうそうそう。いや、暇だな、あの人も。来りゃいいのにね。そうだ、来りゃいいんだよ。どうせ見てたらぜひ来ていただいてね。CD 持ってきて、それでヘクターが空いてますよって言われて、私ヘクターね、音楽すげえ好きなんです。ヘクターはいいよね。あ、ヘクターの曲、神曲じゃないですか。そうで、ヘクター人気ないのと思って、お、じゃあヘクターにエントリーしようよって言って、一緒に行ったファミコンキッドさんに、キッドとファミコンと、ちょっと2人で私が連射するからキッドさんが操作っていうのでこれで行こうよって言って、え、ちょっとどういうこと、あれってワンコンと2年通り、ワンコンとツーコン使うんですよ。ほう。それで、私よくやってたんですけど、片っぽが連射して、で、片っぽが操作だけっていうのできるんですよ。へぇ、はあ、めんどくさくないの？なんか仲良くできるんですか？俺のタイミングで打ちたい時ってない？うん、でもそこは、私頑張るから。そうだよね。なるほど、なるほど、なるほど。そうそう。君、さては、操作に何ありだろ？そう、それで、あ、これ、どうぞ。なんと、キッドザ・ファミコンがすごい頑張ってくれて、なんと1位になったんです。おお、それで、すごい、レジェンドブログに、もう、花井&キッドって載せていただいて、それで、うちの、あ、ここにあります。そう、これで、うちのね、ネットラジオがね、なんと300人、登録者数が増えたって。どんだけ増えるんだ優勝したからすげえ効果だな。それでね、すげえ経済効果だな、高橋選手。すごいね、これが認定証なんです。ああ、ちょっと見せて。これ、なかなかいないよ、これ持ってる人。そう。100人ぐらいだよね。110、20ぐらいかな。そうですね。うん、なんで300人も増えんだまだね、ブログに載ったからね。ここに素晴らしい情報があるんですが、はいはい、ヘクター87部門、はい、第1位、花井&キッドさん。はい。16万500点、はい、はい、そして第2位、はい、博士さん、はい、7000点。どういうことだ何人もいねえだろこれ。でもねヘクターって7000だろ、ね、俺いけるぞ見てください、ソルジャーブレード第1位ウォークインさん、お
まいんですよ。でも2位以下を3万点ぐらい話すという、いや参加者3人しかいなくて、いやでもだ、いやでもすごいでしょ、だって全員がさ43万とか46万とか49万ってことは拮抗してるってことでしょ、予定だったら60出す予定だ、マジでか、すっげえ7000点だとちょっと博士もあれだったね。だからね、あの本当アリコンさんもされてたんですよプレー、はい、じゃあ3位アリコンさんだね、待って2位がアリコンさんです、な何人が参加したの、3人でも私が多分そこでガラ好きやんけ、キッドさんとバラバラで行ってたら多分ダメだったんですよ。そりゃそうだろう。けれども、どうせキッドだよそれは。キッドじゃない。キッドさん。だから空き家にお菓子屋でって言って、お絶対エントリーしようって言って。空き家にお菓子屋で。絶対行けるって。言う人いたんだ。そうそうそう、まだ。ああ、それでお、それで育ってきたんで。平成のように。はあ。いやいや、なんか。株やるときは絶対に空き家にお菓子で、誰も貼ってないところに貼るっていうのが私の勝ち方だったんです。それで、あの、給食をちょっと多めにおかずとかゲットしたんですよ。空き家にお菓子屋で、空き家にお菓子屋でってこう、それでね、中学の給食、それで私結構シューマイとか多かったんです。シューマイとかリンゴとかいっぱい多く獲得。バカじゃねえ。そんな学生時代。もうすでに大阪のおばちゃんじゃないかその段階で。それでね、やっぱ勝ちました。それで優勝商品がね。おなななに？なん、こうハドソン秘密攻略法。おなななにしましょうしょ。はい、これはあの。ゲームプログラマー入門の あ見た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 、あの昔の前回ねことを書いてあるっていう、はい、そしてですね、はいはいはい、この新説桃太郎伝 説実写、はい実写、あ実写じゃないです、なにこれ、いや実写ですね、実写、これこれが噂のデジメーションだって書いてあって、あ完全オリジナルストーリーを持たせゲームを知らない人も十分楽しめるドラマ構成になっています、どういうことで、こっちのデデンのデンが実写ですね、うん、ここ何歌舞伎だ、あおお、天外満行の、え実写なんてあるの、あのデジメーションっていうハドソンが付けた名前は実写とゲームのグラフィックを半分ずつ織り交ぜながら進めていくっていう意味でデジタルのアニメーションでデジメーションっていう名前なんです、なるほど、しかもビニールから破いてないじゃない、そうなんですよ、でこれはあの名人がこう倉庫から出てきたやつだから破れててごめんねって言ってました、おーなるほど、そうなんで全然すごいね、はい、じゃあこちらの3点を、何やねん何やねん、おーおー何やねん、これ上映するんです、みんなで酒飲みながら見るんです、だって君だってこれで手に入れたものを君でもちょっとでもあの桜田名人に特訓受けて、マジ出ようかなって、次ガチで出ようかなってちょっと思っちゃったんですけど、あれちょっと桜田名人今家でビール飲んでるっつってけど弟子が今ここでできちゃったけど、あのどれでもさ、やっぱりヘクターで行こうかなと思ってるんですけど、なんでやねん、またかい、だからちょっといやだからヘクターでもいいじゃんね、なんでいなかったんだろうね、ヘクターはすごいうちにも上手い人結構知ってるんですけど、うん、みんな仕事とかで来れなかった、あだから運ですよ、私ここ、うん、ここまでこの運できたから、もう次の大会では多分無理だよね、多分みんなヘクターに行くぜ、みんなヘクターに行くだって2位7000点だよじゃあ分かった、じゃあ私が練習するから桜田名人動かしてもらうわ、なんで名人がお前に一緒にで桜田名人と共にやろうとすんだよ君パートナー強力すぎんじゃねえか、毎回オミコンキッドの次桜田名人でもその上も高橋名人しかいねえぞあの名人も言ってたんですけども、ヘクターやる人は連射しなくてコントローラージョイカード使っていいんですよ。あそうあれ。なのに手動でいきますよ。手動やったんです。押しっぱなしでこいつより速いやんけ。電車が。そこあえてのですよ。最悪だ。でもあえてでもすごいでしょ優勝したのは。でも優勝は優勝でしょ。そう言われない優勝だよ。うん、だから君だから今チャンピオンだよ。チャンプ。暫定チャンピオン。じゃあ暫定ですよ。暫チャンで。私ときっとザハナイ。きっとザハナイは。はい。わけ意味わかんない。でもこれいやいや俺ねだから、うん、名人の日記で知ったわけよ、うん。夜中に何があったんだと思ったの。マジでいやだって優勝者のとこ名前が載っているものだからさ、うん、どんなことが起きたんだろうと思ったのよ。何したんだと。いや絶対きっとの力だと思ったけど。じゃあでもエントリーしようよって言ったのは私だよ。ここが空き家やからっつってそれは博士が、博士が教えてくれた、そう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 、なるほど、もうファイナル奏者とかやれよお前77万点とか取ってるぞ1位で
聞いたことはない点数だすごかったんだってでもすごい、うん、世界1位が今のところ78とかの、うおー、ね、うおー、ほぼ理論値叩いてる、そうだよね、あと4000点ぐらいだもんね、ファイナル掃除でもすっごいレベルが高いんです、すごい、だって1ゲームだけ桁が1個違うんだな、70万とかだもんね、うん、すげえな、これで 1部門1人しか入れないの、そうです、はい、じゃあ次はですね、ぜひ桜田名人に教えていただいてですね、そうそうそう、はい、あの君が一人でやるということで、弟子がやったーこれで、ね、花井新名人って書いてある、やったー桜田さんが名人、うわすげー気が重い、川田名人でもいいですね今度でもね、あの桜田名人と川田名人を呼んでた、はい、で高橋名人も来ていただいて、そうですよ、名人会を開こうと、こんな私でも本当に本当にすごいシューティング、うん、まあアクションもシューティングも苦手なんですよ、うんうんうん、すげー下手なんですよ、びっくりするぐらい、いや知ってるよ、おう、びっくりするでしょ、うん、そうそうそう、自分でもびっくりするぐらい下手なんですよいやあれはだから、ね、だからなんか教えてほしい、全部印つけていくわ、だから修行してきゃいいんじゃないか、ちょっとずついろんなとこで、なんかできないんですよね、いやだ桜田名人が来た時にだ、端っこでちょっとやったり、ああそうそうそうそのこれをだからちょっとずつドキュメントで追ってさ、うん、あじゃあ持ってくるわ毎回ファミコン、次のだからあの名人の時にだからこうまあ意見、うん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 、で修行して勝てよ、そうで、そのドキュメントの映像をちょっと流して、流すよ、それも流してもらって登場ですよ、そう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 やったー、そうそうそう、すげえ豪華で、キッドが泣きながらよくやったーって、ね、セコンドでセコンドでいけるかいけるかっつっていつタオル投げようかっつって水飲むかっつって何をしてる時にヘクターをしてる時に水を飲むかって邪魔だな、大丈夫大丈夫邪魔だなタオルあ、そんなことやってたんね、ああなるほどなるほど、太田ちゃんですね、夕方の回でね、皆さんがこうそのプレイのやつすごい気になるんですよ、プレイのやつはね、うん、動画もありだったもんだから、うんうん、動画で撮ったらね多分こう次また皆さんそれもありだと思うんだよね、うんうん、すごいところを自分のすごいところだけをこう、そうですね、動画で撮ってくればいいし、ね、あと、なんだっけ、ダウンタウン熱血行進曲のバグ技をいっぱい見せてくれた人がいて、ここでこうするとなんか玉割りで勝手に上に上がっていっちゃってどんどんいなくなっちゃうんですよとか、そちっちゃい頃でも知らなかったことを次々とやってくれてて、それ面白かったね、うん、それ面白い、そうそう、実演やっぱね、実演してくれるとちょっとやっぱいいなと思うよ、うん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 、なんでそれまたこれもぜひ来た方ね、見ていただいて、まあ、我々がこれ喋ってもね、うん、しょうがない話なんで、うん、次回またぜひ来ていただければと、キッドさんの操作は見事でしたよ、花江さんはブラスターしか打ってなくて問題でしたそうそうそうそりゃそうだ、桜田名人おっしゃる通りだその通りだまあ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 、お、花井のゲーム特訓コーナーとか作ったらどうですかっつって、うん、大変です、いやーびっくりする、だってゲーム画像出せねえもんだって、あのだから紙芝居でやらせてここまでここあ今こんな感じですっつってそうそうそう俺が絵描いてね、そうそうそう、ここまでホワイトボードから死にました素早く描いてそうそうそう今バキュラを打っております、そうそうそうだって私バキュラまでいけないんだもん、ハドソンさんなら特訓も大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫ですかね、ヘクターとか、そうだね、ヘクター上手くなって、ヘクターの曲がすげえいい曲だから、うん、あれ一周回るまで頑張りたいんですよ、おー曲が一周、そんな持たねえの、持たない、一周聞けない、そんなにないよね、一周1分ぐらいですかね、だってあのブワーって周り囲まれるあの敵いるじゃないですか、あそこまで足いけないんですよ、おー、だからあそこで、あの敵をちょっと通り抜けたぐらいが多分一曲終わるところなんですよ、あそんなやつが優勝しちゃったんだ、うんうんって言わない、だって動かしてるの私じゃないの、そうだよな、そう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 キッドだ、そう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 、キッドの功績じゃないのかそれ、うんまあ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 いいよ、おそうだ、ゲーム女子部に乱入したらどうでしょうって言ったけど迷惑だと思うよ、うん、あのすごい動かせないからびっくりするぐらい動かせないし、うん、あ女子の方にやっていただくっていうコーナーでしたね、ダメダメ、たまに花枝がじゃあ行きますわ、あはい、お待ちしております。お待ちしてます。何でやろうかしら。ヘクター持ってけんじゃないか。ヘクターで対決なんですか。絶対大栗さんうまいわけだから。うまいうまい。ちょっとだから。ちょっと教えてもらって。弟子にすればいいんだよ。本当だ。人並みくらい。人並みちゃうやんけ、優勝しちゃうやんけ。人並みちゃ
で。めちゃめちゃすごい人が集まってるんだから、入社したいけど。ただの変な人じゃないやつ。そうだ、うん。ただの無職じゃないから。ただの変な人。うまい人だよ。ゲームうまい変な人だよね。ゲームうまい変な人。そうそうそう。皆さん認識を改めた方がいいです。そう。そうだね、特訓コーナーちょっとやりたいかもしれないね。そうですね。俺たちさ、無茶なんだよ、番組始まった当時からちょっとはやりたいっつってんだよ、うん、ちょっともやってないだろ。ちょっともやってないです。ちょっとこの感じです。一個もやってないもんね。めんどくさい、ゲーム、うん、めんどくさい。別にいいよ。いいよって。おいおいおい、今日ご機嫌だぜ。どうした、何かと何か。どうした、なんかいいことあった。お菓子も拾ったか。全部ウィーとか持ってきてるじゃん。あ、ファミコン持ってこい。ファミコンのレッションよ。自分でバラせば全然いいよ。マジで自分で持ってきたらやっていいの。俺が楽なのよ。俺ずっとウィザードリーやってるかもよ。おいいじゃん、じゃあ明日ファミコンやってるわ、ずっと。いいよ。本当にありますよね、もうね。ファミコンあるある、ね、あります。ヘクターとかあります。あ、ちょっとじゃあ、ね、ヘクターはない。ヘクターない、うん、ヘクター足持ってる。ソフトはないので、ソフトは持ってくればいいんだね。ああ、じゃあファミコン上場でいけるね。いや、できる。ほら、この前酔っ払いながら名人と話してたのは、うん、ここでほらちょっと映してやろうよ。あ、そうそうそう、ここにスクリーン持ってきてさ、そこにプロジェクターだと置いてさ、ビャッてやったらできるぜっつって、うん、やろうぜっつってたんだよね。もうできる。ジョイカードか、か、ジョイカード。ジョイカード買ってこい。入れればいいや。そうそうそう。ジョイカード私いけるわ。ポイさん持ってない。ありますよ。ほら。じゃあきっと私うまくなるで。神がかり的に。ほんまうまかったんや。ジョイカードがあればうまくなるけど、そういうレベルじゃないだろ君。一曲終わらないっつってんだから無理だよ。だってこっちだけに集中すればよくなるわけですよ。そう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 。あの十字ボタンだけに。なるほどなるほどなるほど。ってことはまだ。マシにはなる。一回だから見てみようぜ、うん、君の下手さ加減を。そうしょ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 。じゃあ今度ですね、また暇な時に、うん、時間がある時にそうね、やればと思います。はい、というわけで今日のテーマ、チョコをもらいたい女性キャラ、チョコをあげたい男性キャラという。はい、というわけですごいね。いいよ、聞くよ今日。これ引くと思うんですけど、いや皆さん心臓叩いてください。何言うか分かんないですよ。大丈夫です。ある程度気をつけて。引くと思うんやけど。いやいやいや、大丈夫大丈夫、俺も分かった。ガチで結構二次元いけるんですよ足。どういうこと。だから二次元を結構ガチで好きになれるんですよ。そう、それで、なんか、足、なるほどくんにね、失恋し、あ、逆転裁判と、逆転裁判と、逆転裁判となるほどくんに、もう失恋。難しいな。まあ、とりあえず失恋したんですよ。もう、いや、やった人は、あーって思う。まあまあまあ、なんか、あって、だから、ワン、ツーだけずっとやり続けようとかなと思って、スリーあたりで失恋したんです。まあ、スリーで失恋したんですよ。そうだな。で、そこから、私、酒弱いんですよ、うん、まあ言うたらビールやったら一杯で結構いい気持ちになるんですよ、うん、真っ赤になるもんね。生中で結構いっぱいいい気分で、中杯やったら2杯でいい感じなんですよ、うん、なのに黒糖、うん、とろける黒糖梅酒の瓶一瓶開けたんです、うん、振られたから。うん、一瓶じゃないよ、なるほど君に3つぐらい開けた。なるほど君に振られたから全部ロック、そうロックで、そうバカじゃねえの。でその次に見つけた男が、次の男がね、銀エーデンのね、銀河英雄伝説のね、ヤンウェンリー、めっちゃかっこいいと思って、で、あれ、うん、どこまで見たの？798年です。もう、宇宙歴798年で出演したわけ。ほんで、そっから先見てないの。もうどうでもいいやと思って。一気に見る気が失せて。あれ、フレデリカに。あ、もうどうでもいいやと思って。バカや。そうそう。だからなんか、で、そこで、だからまたそこで国土梅酒の登場じゃん。ヤンウェンリーで。で、ヤンウェンリーに振られて飲んでるやつ初めて聞いた。すごい。じゃあマジ来たと思ったんですよ。おー、ヤンウェンリー。これね、なるほどくんのこと忘れるわと思って。なんかあいつなんか4あたりでつまらん男になんねやろって思って、なんか。なるほどくんのことを。もう過去の男だ。風の噂で聞いたから。いや。あいつもう今あれらしいよ、みたいな。もうなんか落ちぶれてるらしいよっていう。風の噂聞いたから。まあ、一旦ちょっと落ちぶれましたけどね、そうそう。それで、じゃあやんだと思って、またそこで、やんだ。また、なんださ、闇子になっちゃったじゃん。そうそう、闇子になって、もう晩酌じゃん。それで、あーと思って、あれだと思って、私なんか、あれだ、BL だと思って。お、なるほど。うん。で、もう絶対掛け算だと思って。BL ってあれなんですよ。なんてか掛けるの？なるほど掛ける三つ剣みたいなのとか。だからその薄い本だと思って。おだから。でも500円だみたいな。うん。薄くて500円だみたいな。だからそのすごい絵が忠実に描かれている、うん、あの、逆転裁判の同人誌があったら教えて。うんうん、
買う。ああ、なるほどなるほど。そう、それで、だからそれを見に行こうと思ってって、まだ見に行けてない、ちょっと次の給料入ってるけど、なんかちょっとすごい。マンダラケかなんかに行くのかい？なんか中古、うん、あ、マンダラケって中古売ってるわ。マンダラケありますよね。そうよ。マンダラケ中古。あ、行く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 。だからそれで、うん、だからもう絶対掛け算で見ていこうと思って、すべてを。え、もうなるほどくんもかい？うん。ヤンウェンリーも？うん。ヤンは誰と VS なんだ？シェインコッパーだか。え、ミンツ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 。ミンユリアンだ。ユリアンユリアン。そらないわ。ユリアンか、まああれでしょう。そらラインハルトでしょ。ラインハルト来たの。あちゃ。見たいわ。見たい見たい見たい。入ってこんどいて、ほんといて。美しい男しか入れないから。同人誌って恐ろしいことにさ、うん、だからテニスの王子様も女がいらんっていうのはそういうことなんですよ。ああ、そうだな。みんな VS だもんな。で、なんかまあね、そうそう、ごハートなんですよ、その BL の CD、うん、ドラマに、女性の女の人が男役として、まあそういうインアウトなシーンがあるのは、また出たね、言うな、インアウトな。幼少時代とかだったら、いいんですよ。なるほど、なるほど。そう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 。まあ私も幼少時代の、うん、声やらせていただいたことがあるんですけど、子供の頃のっていうことだね。そう、だったらいいんですけど、インアウトはやっぱ男同士じゃないとダメなんですよ。そう。っていうのがあって、だからもう全部、今からもう傷つきたくないじゃないですか。もう次元さ、なんでさ、3次元でもさ、ダメなのにさ、なんで2次元でもさ、傷つかなきゃいけないのか分かんないじゃん、意味。知らんけど、今、だから、急に過ぎちゃった。だから、それで、ここから大事な話なんですけど、おなんだなんだ、私、今までどうでもいい話だったもんね。うん、キャサリンでもそうなんですけど、あれは女がいて、うん、自分で女がいるのに、うん、まあちょっと追い出しちゃって、若い女の子とね。で、ちょっと三角関係みたいな話なんですよ。なってたね。そう。なんで、だから、彼女がいる、男の人ってすげえ全然興味ないんですよ、私。うん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 、なんか全く興味が薄れてしまうんです。そんなのは、頑張って略奪したって、どうせまた略奪されるんですよ、自分が。そういうような男じゃん。うん、そう。そういうような絶対正論です。でしょ正論です。治らない治らないんですよ。瀬尾さん何がした男の本当、そんな浮気とか治らないんです。うん、それで、ね、だから、なんか、彼女がいる男性キャラとかは、すごい全然興味がなくなっちゃうんですよ、一気に。あ、そう。だから晩酌しちゃうんですよ。だから晩酌。そう。で、黒糖飯を。そんなこと言ってたら、うん、大概の男キャラって女いるんすよ。だってそうしないと、ちょっと物語も、進んでいかない。だって全員がバンコなんてわけにいかないよ。そうなんですよ。全員がバンコなんだったらいいんですよ。VSVS でやってるわけにいかないでしょ。幸せなんですよ。全部かけ算で幸せなんですよ。落ちた大丈夫です。あ、大丈夫です。今、鼻炎か、あれかな、規制入ったのかな。ああ、規制入ったのかな。バンね。バン入ったの。え、なんで絶対かけ算の話は。ユーストリームさん、あれだね。ドジジの話したら落とすんだね。落とすねー。怖いわ。気をつけてください。びっくりしました。私の楽しみなのに。そうだね。だから今、スタジオでピーって音が入った、入るか入らないかで。まあ、ユーストリームさんが。言ってないでしょ、変なこと。びっくりした。そう。だから、だからさ、まあ今回は女がいる男性キャラでも、うん、シャアなしに入れましたよ。だって女がいないさ、男性キャラあんまいないんだもん。そんなことないでしょ。いや、いる、だいたいいるんだって。だって君主人公じゃん、だいたい。違う、主人公じゃない。なるほど、なんか主人公じゃん。ヤンとか、あ、まあでもヤンは、まあ、主人公やな。いや、めちゃめちゃ主人公じゃん。でもだいたいいるんだってば。まあ、いないことは、だってそうしないと物語進まねえもんよ。あ、でもテニスの王子さんはいないぞ。あれ彼女いないもんね。あれだっていたらダメでしょ。いたらなんかふーわいたら売れなくなるだけですよ。いてもいいけど売れなくなるだけ。売れるためには作っちゃいけない。そうかあの流れはずっと続いてんだよな。いわゆるこのなんだキャプテン翼とかさ、俺たちの世代はそれだったわけよ。だってシリュウもいたじゃん、女。シリュウだけしかいない。そんなセイヤもいたか。いる。みんな一通り。みんな一通りもいたな。シュウもいたな。影はありませんでした、チラッと。いないやつ探そうぜ。誰？ヒューガーママでしたけど。ヒューガーママだけど。ヒューガーママ。ちょっとテーマもテーマなんで、もしあれだったら入っていただいて。あ、入ってくださいよ。そうかな。あ、じゃあ、椅子出せ。そうだ。よかったけど、俺このまま今、セイントセイヤの話行くところだった。ガールズトークをちょっと。あ、そうだよ。だってテリーマンだっていたじゃん。テリーマン、夏子さんがいて、ちょっと当然だよ。あ、どうぞ。はい、どうも。というわけで、そうなんですよ。火曜劇場さんの、はい、瀬尾さんでございます。あ、どうも。
しくお願いいたします。よろしくお願いします。二次元いけます？私もいけますけど、大体私はあの少女漫画ばっかり読んでるんで、おあの起こした瞬間に失恋するんです。そうでしょ。だからそれだってもいるんだもん。でさ、すずさ、一人でいいのにさ、何人かいてさ、男がさ、その主人公がさ、うん、そういう感じですよ。いいよ、続けてて。そういう、ね、そういう今手でしょこれきっと、うん、そうそうそう。まあとりあえずじゃあ私が挙げたい男性キャラを紹介します、ね。うん、おなるほどなるほど。で一応絵を描いてきたんですよ、うん、すげえ。 DS にそうだよ画像出るかな。あのねあのね、うん、あのね DS お絵描き教室。それ待って、分かるんですか？その絵分かるんですか？私今ちょっと見ましたけど、あの先週の女選手と同じぐらいの絵が出てきますよ。第1位。まずね、第1位から、まず見せて誰かを俺たち当てよ。書いてるよ、書いてる、書いとるんかい。書いてる書いてる。待って待って、これひょっとして、これ書いてるよ。何何。じゃあ第5位からいきます。第5位から教えてください。はい、あ、ちょっと待って、ちょ結構書いてきたんだね。あ、5位。第5位、第5位、第5位、はい、デデン、デデン、スタソルの人、うん、誰スタソルのジャケットの人、ジャケットの人ね。いや、この人女いないじゃないですか。いない、彼女いないよね。でね、でね、この人ね、誰、この人、あの、誰ですかって聞いたんですよ。あの、名人に、あ、うちの、あの、うん、ネットラジオのファミコン名人の教えに、あの、高橋名人がゲストに、おーおーおー、はい、うん、ね、あの、出てきて、くれたときに、これあの、あの、これシーサーに乗ってる人ですかと。うんうんうん、中の人ですかって言ったら、うん、知らないよ、そんなの。あ、知らない。だから多分、イメージボーイかなと。投げられた。イメージボーイ。イメージボーイ。ガチで答えていいですか、うん、本当に回答しちゃっていいって言ったらいい。あ、いいですよ、いいですよ。謎の持ってる人結構いると思うんですけど。誰誰誰。高橋名人も知らないこと知ってんの、うん、高橋名人知ってるはずですよ。マジで。適当に答えた。適当に答えた。教えて教えて。当時スターソルジャーはスターフォースの後で、うん、ゴロゴロコミックさんがついて、うん、発売されてるじゃないですか、はいはいはい、で子供たちはパッケージを手に取った時に人の目を見るから、うん、そのキャラクターにあこのゲーム面白そうだって言ってどうしても人間の目を見るんです、うん、そこに時期と敵キャラだけを配置するよりから、うん、キャラクターを描いた方がイメージしやすいということで、うん、男の子 の人物像を描いただけであって別にシーザーに乗ってる人を描いたわけではない。ああ、その話は言ってました。じゃ完全にだからイメージボーイなんですよ。馬の骨ってこと。そうですね。そう、イメージイケメンがいた方がいいぞってことですよ。でだからその、あ、だからこうやって、で、うちらは、これを、そのネットラジオで、ケインっていう名前つけたんですよ。なんでなんか、ケインっぽい顔してるんですよ。ケインっぽい。黒髪じゃなかったか。うん、青です、青です。青か。ケインっていう名前つけてて。なんか小杉化したわ。うん。すげえ斜めって。じゃあ、日本人だよ、半分。かっこいいんです、ケイン。ケイン。そうそう、ケイン。そうなんだ。これ第5位、ケイン。第5位、ケイン。ケイン。これ女いないという。これ女いないと思いますよ。多分見たことない。だってクリアしたって、クリアないけどさ。この人だ。そうそうそう。あ、ほら、かっこいいでしょ、ケイン。かっこいい、乗ってそうだよ。ケインって感じでしょ。いや、ケインかどうかわかんないけど。乗ってそう、乗ってそう。結構マッチョ好きですか？あ、橋好き。でも、第4位おかしいよ。4位教えて。ソロモンの鍵の人。人。人。顔ないよ。顔ない。ソロモンの鍵。あのね、ソロモンのね、鍵ね、あの、ファミコンの画面だと、ちょっとね、うん、大柄に見えるんですよ。だってダブっとしてるもん。でも、なんと、パッケージの絵は、すげえかっこいいんだよね。あれもね、女いないと思う。で、スレンダーなんだよね。ほら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 、ほら、かっこいいかっこいいの、かっこいいの、ほら。わかる、なんかね、少年です。そう、少年なの、少年なの、ほら。かわいいの。花井さん、この絵だったらさ、ドラクエの魔法使いとか。そう、俺もね、ドラクエのね、女魔法使いだこの子ね、絶対かわいいんだよ。これ、リンクみたいだけど。そうそう、リンクみたいな感じだ。結構ね、足ね、そう、ちょっとね、リンクやんけ。あの、好きなんだよね、あのエルフ。エルフ。割と好き。そう、いいの、エルフもいいよね。今のところ聞いてると、花井さんって、もう失恋するのが嫌だから、サイドストーリーないとバカになる。だってだからガチで上げた人だから。ガチで人がさ、うん、彼しかいないじゃない。そうだよ。びっくりした。なるほどなるほど。ディフェンスだ。で、うん、3位、3位、3位、モンハンイメージボーイね。モンハンのあのゆくも村の人。あ、サードのイメージボーイ。このね、イメージボーイのね、これあのー、わかるわかるわかる。
何あの説明書の取説とかにも載ってるし、はい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 、オープニングにも出てくるんですけど、うん、あの人の顔作れないっすよね、あのイケメンの顔ちょあれさ誰なのと思って。実際問題でもあの、うん、後半は PV とかでもかっこよかったです。めっちゃかっこよかったです。えこの人、この人じゃないけどいたよね、ゲームショーの時にいたいたいた男の子のコスプレした人でしょ。そうそう、ああ多分あのちゃんとした人だよね、あっちの、うん、あっちの、あのオフィシャルの人だよね多分ね。うん、男前だったような気がする。知らん、それ別にどうでもいい。見てない。あ、でもだって三次元やん。なんか話全然変わるけど、昔ゼルダの伝説がテレビのコマーシャルであったあったあった、実写で踊ってるやつ、踊ってた、めっちゃかっこよかった、かっこよかった、あれはかっこよかった、あれはかっこよかった。あれリンクが、うん、リンク外人の子がやってたようなやつ、そう、あの全部外国、ゼルダ姫も外国人です。ゼルダ姫もなんかそうそう、豚に乗せてこう踊るやつ、そうそう、なんかこうゼルダ姫が檻の中で、うん、こんな感じ。お前余裕やな、そうそうそう、お前捕まってるやない、余裕余裕。あ、そう、実写になると燃えるよね、ちょっと、ね、燃える。だってバルログの実写の戦火名とかすげえ燃えたもん。あ、え、戦火名がやってるの。はあ、え、バルログの実写を、実写、え、あの映画で見たでしょ、映画は。まあ、ですこの CM で CM、 そうなんだ、まだ売れてない時の戦艦名さんですよ。そうだから、ドラクエとかも時々実写で CM するやつ。そうそう、実写あれだけね、すごいかっこいいね。外人はね、ずるいよ、やってたかっこいいもん、かっこいい、ファイアーエンブレムもね、かっこいいもん、全員ファイアーエンブレムやってた。ファイアーエンブレムは豪華でした、豪華豪華、ミュージカル風でしょ。そうそう、歌ってんの歌ってんの、ドラゴン、ドラゴンも飛んでんだよね、そらで、あれいいよ、あれよくできてる、あれいい。そのまま買いました、ダーナ、あ、ダーナ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 くん、ダーナって人、ダーナくん、あーダーナ、ガーナあげようかね。第2位、じゃあこれ当ててよ、これ書いてなかったわ、チョコレートだからか、ほら第2位それやね、それはガランの、それ誰、何あ、スティールセイント、スティールセイント、違う、これこれ月風まで、おー月風まくんです皆さん、月風まくんの、月風まくんの、あの、聞いて聞いて、月風まくんの情報知りたいでしょ、月風まくんの、いや、めっちゃ男前で、いや、めっちゃ男前、これよくわかんない、ね、見せてもらい、見せてもらい、それで、本物と比べてみたいと思います。片割ってかねえ。あそれゲツフーマは、え、これ髪の毛、そう、髪の毛。あのね、身長180センチ。あるね。体重75キロ。お、引き締まってる。19歳うるせえ。有給出身でございます。今ね、俺もワイヤーランドです。で、100メートルを、ちょっと大切なこと聞いて。プロフィール聞いて。いや、かっこいいっしょ、イケメン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 っしょ、装備が安っぽい、装備安っぽい、ね、色がね、まだね、DS お絵描き教師がうまくね、勝てなくてね、まさか、ゲームの登場人物のプロフィールで俺ダメージ食らった。100メーターを6秒で走りますよ。おー、早いよ、めっちゃ早いよ、オリンピック級やん、はい、いや、オリンピック超えてますよ、鎧を着てるでしょ、はあ、脱いたらすごいじゃない、当たり前じゃん、何か、で、米田原、今の世界記録9秒3分、100m6 秒、6秒やりすぎだぜ、すごいよ、めっちゃかめっちゃかっこいいじゃん、フル装備でしょ、フル装備で、そう、刀持って刀ぐるぐる回して、そう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 、で、米俵を一度に3つ無理、180キロを持ち上げられる、おお、めっちゃかっこいい、これはもうお姫様に抱っこできるわけですよ、私は。いやいや、どうですか第2位ねえお父さん、お父さん、ガマぬるい、いや俺月風魔っていうのも初めて聞いた、なんでめちゃ男前、彼の名前月風魔、月風魔、しかも3兄弟の一番末っ子なんだ、待て待て、兄貴何しとんの、兄貴2人は先に竜骨鬼と戦って、多分死んだとかそういう感じ、兄貴のあいついますいますいます、あーそう、兄貴のやっぱ兄貴もね、絶対かっこいいですよ。誰かこれの同人誌書いてください。誰と月風魔と誰と、まあ、私と私と、うん、私と月風魔お前のか兄弟ビールじゃないはい、もうこれ第1位が、まあ、まあ、なるほどやな、いきなりっつってな、なるほどの風じゃないよ、これ違うよこれ、合ってます、これ誰、騎士団の人なるほどくん、誰、なるほどくんです、これなんかのあのアメコミかなんかの、違いますよ、いきなりって言ってるとこ、これ
これほら、はい、これトリピーね。ひどい。ひどい。花井くん。花井くん。かわいいね。白尺は？白尺はね、でも白尺はね、可愛くなっちゃってね。あ、一応いるのかい？うん。俺これ見たこと、妖怪で見たことある。妖怪で見たことある。これ。進撃の巨人にこんなん出てこなかった。あ、出てきた。建物覗いてる。出てきた。こうやってパクって食べるタイプの。そうそう。どうした。あとね、一番書いてほしい BL があるんですよ。なんだなんだ。あの、これは絵がないんですけど、うん、なんだ、それ書き、なんかイメージある。あのですね、サラマンダー、ファミコンの、うん、あれって、あの、あ、わかります。シューティングなんですけど、あのワンコンとツーコン同時プレイできるんですよ。二人でいけるんですよ、うん、あれなんと、うん、ツーコンは王子様なんですよ。どういうこと。あのワンコンはビッグバイパーって言って、まあ、あのあれですよね、グラディウスのやつのあれなんですけど、あの 2P の方はロードブリティッシュっていう名前の機体で、あの惑星ラティスが開発した機体なんですね。でラティスの王子が乗ってるんですよ、うん、で、あのこのラティスというの、あ、ラティスの王子が乗ってて、でうちのなんか惑星が大変なんだけどみたいな感じで、うん、ちょっと手を貸してくれないかって言ってビッグバイパーが来るんですよ。ここ二人の BL ね。絶対男前じゃん。両方 A ないん。何？ A な、 A ないの。想像ないからこそ。お前大丈夫か。じゃちょっとあのどういうビジュアルがいいっていうのを伝えとかないと先読まない。あのちょっと、うん、あ、だから、あ、じゃあ一番わかりやすい、まずビッグバイパーのイメージを。え、ビッグバイパーのイメージって何？あ、ビッグバイパーの中の人ね。あ、どうしよう。でも、あの、うん、あ、でも、どうしよう。どっちしよう。どっちしよう。はい、さ、BL は両方マッチョやったら美しいから。どっちもマッチョでいいねんけど。片方細い方がいい。片方細い方がいいね。うん、だったら王子だよね。うん、ビッグバイパーの方はさ、もう筋骨隆々でさ、うん、周りバリアを張っててさ、分身がここにあるようなさ。わからないと思う。人じゃなくて飛行機と飛行機がこう、混じり合うんじゃない。何それ。飛行機と飛行機が混じり合うタイプの新しい。あ、タイプじゃどういうのそれ。見たことある。俺、唯一かけるゲームキャラ、ビッグバイパー。ビッグバイパー。おー、やった。いや、分かる分かる、イメージ分かる、イメージ分かる。それなんか、昔からこれだけはかけた。飛行機同士がかけたんですよ。ドッキングせよっつって、別に独身だったりしてね。テラクレストですよ。バッサーじゃないですか。見たっつって。映画のヤッターマンみたいなことになりません？お、嵐がやるのかい？そうなの。違うよ。違うよ。機体同士の合体。なんかそんな。どうしよう。誰でも逆転するマン。イメージは、イメージは王子。王子。だって我が国の王子あるぞ。金髪なのか黒髪なのか壁眼なのか。我が国の王子。どうしよう。イギリスの王子だって。だからでも黒髪と、うん、まあ、青い。黒髪。近い青。ケイン。青い、あ、そうそう、ケインっぽい、ケインっぽい感じ、ケインっぽい感じ、青に近い黒髪で、そうそう、が、はい、が、あの、ケインとソロマンの髪でいいじゃない、ビッグバイパー、だから、だったらケインとあれでいいよ、あの、あ、月風魔。なんでやねん。なんで宇宙船に乗ってるんですか。鎧を着込んでたら。我が国が起因する国が大変だっつって。じゃああの飛行機じゃねえよ。ま、でもさ、コナミさんだからさ、発見しちゃった。何あんのあんの、OVA のパッケージ。あ、めっちゃかっこいい。ほら、めっちゃかっこいい。どれがどれか全然わからん。これがこれ三木本さんの絵だね。三木本さんのね、メガゾーン23に通ずる、うん、これ王子っぽく絵があります。これとこれちゃう。こっちとこっちは主人公。これがワンコン、ワンコンで、これが強いもん。これは王子っていう柄じゃないよ。探してみてください。サラマンダで画像検索です。これはだってこの人は王子っていうにはちょっと悪いもん。 OVA のパッケージが出てきた。女の子いるぞ。でも、うん、それが今ね、これはこっちだよ。それが今ガッカーリなんだ。あ、だからこっちが私ってこと。え、どういうこと。いただきます。え、どういうこと。この先が悪い。もうダメじゃん。王子がちょっとアウトローみたいな格好してるわけよ。でもさ、まあしょうがない。それはしょうがない。ちょっと通行の方が悪だよ、それは。完全メガゾーン23の匂いがプンプンする、いい画像だね、これ。でもラティスの王子の方が多分私の好みなんだと思う。ちょっと悪クールな悪ぶってる感じだとは思うんですよ。よし、バリアやるぜみたいな。ふぅふぅふぅみたいな。ふぅなんかおかんねえ、この興奮したことは花井さんを止めてください。いや、俺が止める気ねえもんだって、これも。もう花井さん、花井さんは花井さんになっちゃった。花井さんはあのキャサリンで
あの、うん、ね、ショーマップが終わってて、そうだよ、そうだよ。彼女も本番前にもいいパワーアップとかお前が取っていいよとか言うんだよ、ワンコンがよ、ワンコンっていうかよ、あのビッグバイパーの方がよ、お前がスピードアップ取れよみたいな感じで、あれボスから最後に攻撃されたのをかばったりするわけ、かばったりしますね、かばったりしてしますね、オジヒューでワンコンの腕の中で通算が、あーダメ、死んだダメ死んだダメ、あなんか危ねえ危ねえって思った時にこう開けろっつってボーンって開けて、俺の機体の方にこういつって、まあ、ワンとツー。開けろって言ってる。緊急脱出しろって、ボーンって。宇宙だよ。宇宙だよ。あそこ。鼻水でちょっと。宇宙だよ。本番中に鼻水出すなよ。びっくりした。いや、とりあえずね、その BL 本はね、一番欲しいんですよ。私が。ぜひあのもしですね、どしどし書いてらっしゃる方いましたら、そうですよ、絶対逆転裁判はある、でも私絵が忠実じゃないと嫌なんですよ、あの限定一部で構いませんので、私家にある同人誌がダウンタウンの同人誌しかないんですよ、何でやねん、私小学校の時からダウンタウンすごい好きで、まっちゃんと結婚するって思ってたんですよ、え待って、うん、ダウンタウンの同人誌ってのはまっちゃんとハマちゃんが絡んでる、おそうですそうです、かけ算かけ算かけ算、あれね芸人も結構あるわけよ、だから知り合いの芸人アバレヌンチャクっていう芸人がさ、あのおい名前出した竹内とヤックくんだよね、そう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 、ヤックくんのあの同人誌を見せられて苦笑していた。あでも私が持ってるのはソフトのやつで、ソフトカードのもある、あれ朝チュンみたいな感じですか、え、なんかおしゃれな絵、朝チュンって、あれ朝チュンって知らない、朝チュンって何、だからあーんってなって朝チュン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 、あ、あそうそう朝チュン朝チュン、あ、なんかこういう感じ、あ、でもなんかギシギシみたいなバスタオルみたいな、ギシギシはある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 、なんで男としてバスタオルなんでここやろ、じゃあバスローブ、バスローブ、バスローブさんワインしかないよ、もうどういうこと、まっちゃんがそれをなんか買ってうん、あるんですわ、あーなるほど、うん、で結構それはこうまっちゃんもハマちゃんも結構似てる、まあすごい似てるんです、うん、似てる、美しく似てる、美しく似てる、うん、美しく似てる、ぜひ興味がある方はね話見せていただければと思いますはい、はい、できそうそうですそうですダウン系っていうね同人誌ですよ、いいですよ、翔さんは特にこのキャラにあげたいとかっていうそういうのはないないの、こういうのはなんでお前が言わないしかもゲストにせっかくだからって呼んどいてないってわけないだろ、傷つきたくない、そうかそうか、うん、この人にあげたい、この人からもらいたいでもいいけど、私初恋はとか言ったらまたあれだけどとかいやぶっちゃけちゃえばいいんじゃない、初恋はマシン英雄伝渡るの、あいいね、渡るくん、渡るくんか、私パーマ1号なんだよね世代だから世代、世代でちゃう、ひどい奪い方言いましたびっくりしたゲスト潰し、ひどすぎ、ゲスト潰し、最悪だ、殴れ早くちゃんと、ちゃんと突っ込めよ最悪だ、だってさいや、マシエユで渡るで広げようと思った瞬間にあーいうパーマになってる方のね、どれだよ、それだよ、パーマンってパーマンの最終回を知ってますか、あ、パーマン最終回、え、アニメ、うん、今漫画でもいいけど、パーマンの最終回どうなっちゃうの、また泣きますよ、泣きますよ、花井さん、いっちゃっていいかい、うっしゃやスミレと私のパーマン言うねってもう嫌やスミレとって嫌やな、嫌やはい、はい、よろしいか、よろしいか、はい、パーマンの最終回は覚悟完了、覚悟完了、あのパーコと手を取り合ってパワータッチ、パワータッチだ、待って、パータッチパータッチ、手を取り合ってラブラブの中、夕焼け空の向こうへ消えていきます、おー、はぁ2号と4号は、2号と4号はどうなったんだろう、でもそこで最終回だよ、アニメ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 、あーそっかそっかそっか、アニメですよ、原作は原作の最終回、原作の最終回感動しますよね、言って言って言って、いいか、原作の最終回は、うん、バードマンが、うん、あの世界中宇宙中のパーマンを集める、うんうん、エリートを集めるのよ、はい、でそのパーマンいるの、そういるので、その4人のうちから誰かを選ぶっていうわけ、だからやっぱり1号2号3号4号頑張るんだけど、うん、1号はやっぱりどうしてもダメなの、うん、ああそうなの、やっぱりね、2号はそれはブービー天才よ、天才天才、うん、3号スプレちゃんもパーペキじゃん、で4号は、まあ、パワーもあるし頭がいい、うん、で5号5号います、赤ちゃん、うんうん、
赤ちゃんがいるの。噂に聞いたことが。白いの。でこいつがこう天才なんですよ。でやってた中で、いや君が選ばれるよ選ばれるよなって言ったら1号があの辺でこう廃れてるわけですよ。そうするとバードマンが選ぶのが1号なの。おー、なんで1号は確かみんないいんだけども、逆に一番ダメだからこそ、だから育てがいみたいな、勇気があるってこと。伸びしろが、いや違う、一番ダメだからこそ悪に立ち向かう勇気がある。ほら先見の明があるっしょ。ダメな人が立ち向かうには勇気が必要だっていうことで、そうだよ、バート星に行くわけよ。だから3号とはくっつかない。そうそんなのね、アニメの中の話。そう、その代わりちょっとのび太くんといい関係になるよね。星のすみだ。あれ最終回の時に星のすみ自分のコピーロボット地球に置いてるじゃないですか。はい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 、はい、でもう戻らないんだよね。戻らないんです。反応しても戻らないコピーロボットがあるの。自分以外の人はファーマンが星に連れて帰っていかれることを知らないんですよね。スワミツオは沢水そのまま。そうなの、そうなの。三つおくんは偉いんですよ。愛想版の今ね 2巻まで止まってるから。そうか、56巻、ちょっと56巻ぐらいだよね。そんなやってないよね。もうちょっとだよ、もうちょっとでいけるよ。もうちょっとでいける、もうちょっとでいける、頑張れ。あのね、泣け最後。そうだよね、だからくっつかないって今聞いて集める気はもう さらに上がりましたね。ごめんね、ラストに行っちゃったけど。私あれなの、映画とかもすごい口で説明されるのがすごい好きなの。あんな2時間も見てらんないから。こっちだけ知りたいから。忙しい人のために最初と最後だけ見ればいいみたいな。3分で、3分でやってほしいですよ。でそうそうそう、3分で渡るはさ、はい、あ戻った、どこがいいの。渡るは可愛いもんね。だってなんか、うん、なんかちょっとこうそれまでなかったですよ。龍神丸じゃなくて、龍神丸は素晴らしいんですよ。龍神丸は素晴らしいんですよ。グランゾートダメでした。グランゾートはあれは悪くないんですけど、うん、悪くないんですけど、グランゾーとか真面目すぎるんですよ。マジか。龍神丸な。龍神丸すごいのは、龍神丸は何、関西弁から博多弁から、うん、いろんな方言を使いこなして、うん、ギャグにも通じてるんですよ、うん、あいつは。ロボの話だね今。ロボの話。龍神丸は素晴らしいこうギャグセンスがあるんですよ。はい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 。そう、ユーモアが。で渡るくんがいいんだ。私は渡るが好きです。みんながトラちゃんトラちゃん言ってる中で私は渡る派でした。僕は鳥の人クラマ、クラマ、うん、がまあまあ好きなタイプよ。まあ、待って、そういう語弊があるぞ。ラブじゃないぞ、ライクの方だ。びっくりしたびっくりした。ちょっとこうツンツンした感じの男の人が好きなんです。あの当時はね、うん、あの当時はそうそう、貝とかね、ガンダムの、うん、そうそうそうツンデレじゃん、ツンデレ。ツンデレつうか、まあそう、ちょっと人間臭いとこが好きなんだな。私渡るすごい好きで、うん、で。パズーに恋をして、わあれパズーは誰しも共通点。パズーに恋をして、そりゃそうだ、クリリンに若干と気づいて、これはパズーつながり、あれ、パズーつながりね。真由美さん、そして、うん、ルフィにメロメロ。あー出た。これ完璧田中だ。出た。田中レジェンドだ。もうだから初めて、生まれて初めて声優さんの名前っていうのを覚えたのが田中真由美っていう名前なんです。同じ声やみたいな。そうだよね、この渡るの声とあのパズーの声が同じや。あ、でもそりゃそうなりますよね。なんでと思って。で、ほら、小学生だから田中真由美って単純な感じばっかりじゃないですか、割と。おー、わかりやすい。読めたんですよ、そこだけ。うん。田中真由美という人がこの声をって、そっからですもん。全部田中真由美で来ちゃったんだね。全部田中真由美ですり込まれてきてる、ね。日曜日の朝なんか大変じゃん。クリリンからルフィに。日曜の朝。あそこはバトンタッチです。バトンタッチなんだよね。頼んだぞ、ルフィってクリリンが言うんだよ。マジで？で、任せとけってルフィが言うんです。で、それがちょっとやっぱりクリリンに聞こえるのさ、クリリンは。ルフィはルフィに聞こえるの。あの人すごいね。すごいね。まあ、孫悟空もご飯もごてんもそう聞こえるけどさ。うん、あのワンピースが初めてアニメ化になって田中真由美さんが声をやるってなった時に、初めて聞いた時に、あ、今までのどの役とも雰囲気が違うって思って。ルフィの声がやっぱり。いや、でもすごいですよ。ほら、田中真由美なんじゃないか。田中真由美にチョコを送りたいんじゃないのか。私はですね、そうか、叶うことならですね、うん、田中真由美さんの息子に嫁ぎたいですもんね。おお、あれ、お子さん何歳ぐらいなの。あ、でも高校卒業したのかな。そんなもんだよね。そんなもんです。いけます。いけます。で、そして真由美さんをお母さんと呼びたいです。わあ、いいなー、いいなー。アスカーって言うぞ。何でもします。肩でも揉みますし。
足も拭きますし、それはあれ、あれ朝起きてこないと消えんじゃんっつって起こされるそれむしろ起こしてもらいたい、消えんじゃんで朝起こされるんだぞ、むしろ起こしてもらいたい、そういいな、夢膨らむ話だね。パズーシータはいいよね、あれはもう本当に私は未だに私のパズーはどこにいるのかしらってずっと思ってる、いますおめえ、あ、なるほどなるほど、あなたのパズーは、私のパズーは、いやなかなかね、大砲持ってきてくれるやつなかなかいないからねあれ、あれ何日間の話だと思います何日間の1日2日ぐらい、ね、1日2日の話ですよ、あれそんなもんだよね、うん、あれだから、いやすごい話だよ、一目惚れですよパズーは、そりゃそうだよ、あんな子、それはあんな子半年から俺に言えない、おーってなりますよ、おーっとっとってなりますよ、俺飛行石飛んじゃうもん、でも残念ながら今俺の手に飛行石、おーやろう、あれ伝説の石は俺の手にあるからね、ムスカですか、俺ムスカムスカ私も秘密の名前があってねどこへ行こうというのかね奪った奪ったシータから奪ったメガーって言いながら握ってたんですよ、メガーでも大丈夫いける逃げたのあーいいなー、あー面白いなー、へー、俺はね、うん、このテーマ言われた時に、なんだろうと思ってゲームの中のキャラにそんなに恋をすることはないわけよ、うん、で唯一こいつすげえいいなと思ったのはバイオハザードの、うん、主人公じゃなくてレベッカっていうね、うん、途中で一人だけ生き残っている衛生兵の子がいるの、うん、それ何で出てくるの、2、ワンワンワン、あれワンでいたっけ、ワン出てくるの、ワンとあとあのゼロの主人公、ゼロの主人公ね、ゼロでそんなに燃えないんだけどね、ワンで出た時に、うん、バッチリの好みだったの、ショートカットのね、うん、いろんなところもしっかりしててね、うん、でも戦える、でもスプレーで助けてくれるんだけどさ、ショートカット、ピアノが苦手、ショートカット黒髪ですかこれ、ちょっと茶っぽいよね、ちょっと茶っぽいよね、茶っぽい茶っぽい茶っぽい、であの子がいたら惚れるなと思ったの、うん、そしたら今度なんだっけ、実写版のバイオハザードでさ、ジル・バレンタインがもう実写そっくりの俳優さんが出てきたの、女優さんが、あれも燃えたね、ジルかっこいいよ、ジルかっこいいのよ、だからちょっとジョボビッチはねスーパーマンすぎて、ちょっとツーですよね、ツーですよね、あの黒髪の人ですよ、あ出てきたレベッカ、そうそうそう、見て見て俺のレベッカ見て、俺のレベッカ見て、俺のレベッカ見てもうあれこんな子出てきたっけ、俺のレベッカ見て、俺のレベッカ見て、俺のレベッカを見て、ちなみにあれですよね、ワンもレベッカを救出した状態で、うん、エンディング迎えると、うん、最後 の実写ムービーの中にレベッカ出てる、レベッカいるの、そうなの、バリーもね、バリーもいるしレベッカもいるしっていうことで、まあ、今後もそのレベッカ出てくる、めっちゃやってたのにな、え全然衝撃的じゃなかったの、レベッカバイオハザード買ったんですけども初めて3分でやめました、なるほどね、いや、そうよ、じゃあもうやめてくれ、トビーって言われてかゆうまって言われてしまう、なんだろう、女のとこは全部抜けてんのかもしれない、だから女の子っぽいけど真の強い子だったのよ、あんまりいないなと思ってね、あの子からチョコレートもらったら俺はもうすぐチョコレートもらったすぐゾンビの群れに俺立ち向かえる、こういうバルカン持って、おーいいですね、こういうのドド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 つってやるな、俺はやるな、だからすごい衝撃的、まあ、綺麗だったんだよね、ファイナルファンタジーとかもすごい絵が綺麗なんだけどさ、バイオハザードの絵の綺麗さにやっぱりこう引き込まれていた中で、あいつに確かにグッときたなっていうのがあって、なんかゲームも絵がすごくリアルになって、こうときめき度が上がったのは結構ありますよ、そうなんで、まあ、実写と変わらなくなってきてくるじゃない、まあ、そうなったらじゃあ実写でもいいじゃないかと思っちゃうなってきちゃうわけよ、そのもうちょっとね二次元感を残してほしい、あだから私もドット絵がその脳内で変換されるからスターソルジャーだもんね、そうそうそう、ドット絵感ができるんでFF の7のクラウドあたりまでは、まだこうポリゴンポリゴンしてたじゃないですか、あれくらいまでは想像力が働いて、ちょっとこうで説明書の綺麗な絵を見た時に、あこんなん美形なんやと思って、そうだ、うん、そうだ、天野先生の絵に見えるっていうねキャラクターの絵っていう意味で言うとファミコン版のファイアーエンブレムに出てきた、ペガサスナイトのシーダ、ああシーダ来た、あれは結構シーダ来ちゃったか、あいつちょっと弱すぎてあんまりね、あでもあれ成長させるとめっちゃ強い、ね、違うんだよ、成長したって最後ネルネルしてんじゃん、違うんだやっぱね、カチュアかパオラだね、みんな美形だもんね、そうか、俺でも一番好きなのはアーマーナイトの動画だぜ、どんな槍一本持ってドキャッつって、カチュア、そうカチュア、パオラ見たい見たい、
シーダはね、見せてくれない。シーダはやっぱバルクはないけど、福丸伯爵の好みはあんまりこう正統派じゃないもんね。あ、俺全然正統派じゃないよ、うん、全然ちょっと変な人の方が好き、うん、変な人、面白い人の方が好き、ちょっと、うん、なんかねちこい悪さのある人が好きですね。あ、そうだね、そうだね、トグロ兄とかね。あ、トグロトグロ兄大好き。あの悠々白書のゲームがあのあって、あるあるある、私それなんか友達とワイワイやってたのがセガサタンなんじゃないだろうね。ずな、いや、なんだろう、スーファミだったと思う。あのゲージを貯めていって、それで攻撃、はいはいはい、スーファミ1対1交互にやる、あの武術界とかやるやつで、ゲージを貯めていって、うん、防御とか攻撃とか選べるやつで、うん、トグロ兄はやたらこう、うん、半分にべちょーって避けて、べちょーって戻って、擬態だって言ったりとか、うん、すっげーいやらしい。切られた後、擬態だって言うんだよね。こっちが必殺技を当てても、べちょー、みちょー、擬態だ。そうなの。やっぱり、いやらしいの、トグロは兄だよ。いや、悪は悪でなきゃダメよ。そうそう、悪は悪じゃなきゃダメだよ、ね。トグの弟や。弟ちょっとね。ちょっと悩みがあるんだよ。うん、そう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 。影があるんだよ。そうなんだよ。だから、クラマとかヒエとか嫌いだね。やばいな、桑原。果実界のジンが好きでした。ジン悪くないね。ジンは可愛いね。バカだからね。可愛い可愛い。美しい的岡鈴木は。あ、大好き。いいでしょ、大好き、大好き。いいっすね。大好き、大好き。あの人の必殺技がレインボーサイクロン。七色の容器を出す。鈴木は絶対素顔をさらしちゃダメだよ。あれなんだっけ、美しい的岡鈴木、あれ強い妖戦士田中だったかな、その前の名前その前のまだ俺が、そう、まだ俺が強い妖戦士田中と名乗っていた頃もうそれ言われたら俺はもう好きになっちゃうんですよ。あいつ大好きだ。あいついいっすよ。鈴木田中って地味だね。強い、ま、強い妖戦士田中だったと思うんだよな。次は佐藤かな。そうそうなの、そうなの。あれやったら、うん、あのセガサターンの6人対戦のね、うん、あの奥行きがあるやつが、わ、6人すごい。メガドライブしか、いや、メガドライブかもしれない。メガドライブ、いや、メガドライブ4人なんですよ。あれ6人ある、 6人対戦。あ、じゃあサターンだ。あのね、奥行きが2つ2段階あって、ガーディアンヒーローズ、あ、名前わかんないんだね、先輩んちでやってて、何がすごいって、あの比叡がね、あの演説国領派打つわけよ、うん、で俺たちは途中までそれを当ててたのね、敵に、うん、そしたらさ、ある日コントローラーで動くことが気づいたの。おお、それは格闘ゲームのやつ、ね、そう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 、で、あ、動く動く動く、グリーンって自分に当てたら、ヒエ大パワーアップすんの。ああ、そうなの。そうか、食うから、食うの、食うから。で、その後ボッコボコに、ボッコボコにやった後気絶するの。ああ、寝ちゃうんだ。すごい忠実だ。忠実だ。うわーってなって。めっちゃ忠実に、それ。すごい面白かったろ。俺ずっと桑原ばっかり使っちゃうんだけど。次元刀、次元刀って。次元刀大好きだから。飛ぶんだよ、手裏剣の次元刀。ベッつって。いや、強いよ。俺の、今やったって俺の桑原はあなたたちには負けないよ。あなたたちの比叡だから何でもね、キャラゲーよくできてましたよ。いや、あれ最高の面白いな、あ、持ってないですか、大国さん。あれやらして。ないです。ないのかな。メガドライブのね、ゆい白書やったんですよ、新年会で。めっちゃ面白かったよ。それもラインが2本あって、うん、こうタッグマッチとか4人でできるんですけど、うん、奥と手前とで戦えるんですよ。そう、ヒエ打ってなかった。ヒエ打てますよ、打てますよ。コントロールできる。あれ、できたのかな。もしかしたらメガドラかもしんない。メガドライブでも6人はおかしいです。4人までですよ、最低。奥行きがね、3つあった気がするんだよ。3つはないんですよ。じゃあそれ違いますわ。誰か知ってる人いいかな。メガドライブは最大5人ですよね。5人、うん、でも奥行きが 3つあって4人でやってたかもしれないよ。いや、わかんないけど、覚えてない。奥行き 2ラインしかなかったんですよ。なんだって15、6年前にやってた15、6年前にやってた古いゲームだからね。そう、メガドライブの優位アクション持ってる人って相当出荷数少ないんで。出荷数少ない。めっちゃ面白いですよ。一番超えてますよ、普通に。あ、そう。めっちゃ面白いですよ。いやー、ちょっとそれ誰か持ってないな。で、美形しかほとんどいないですよ。いや、桑原いるだろ、桑原いるだろ。メモの4人と美形ね。美形、あと美形、だから五木とかいるんですよ。そう、いつきいたね。あいつ何すんの。なんか次元終わったのしか脳ないだろ。こうやって、あの、髪立ての髪やって、あの、自分を回復するんですけど、その暇がないんですよ、戦ってる。ってる最中。ただ、男前だからなんか入ってる感じですね。男前だから入ってる感じ。男前枠はやっぱり。スザクとか。ほとんどと、いや、スザクいないですよ。スザクいない。あ、そう。スザク。ジンはいます。格闘のやつにはスザクはいた気がします。いるよね、いるよ。スーファミいますわ。上からビーム打つよね。そうそう。私はジンで
でガンガンシュラ扇風機を打ちまくってた。出た空飛ぶもん。こうこうね。スーハミのやつね、桑原そんなに強くないんだよ。だからやらない。あと20分。これ言っとかないと、これ言っとかないと。というわけで新しい新コーナー。新コーナーですか？新コーナーがあるんですか？その前に。その前に、はい、メールがあるよ。はいはい。いいですか、はい。森中さん、はい、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、本日のテーマチョコをもらいたい女性キャラですが、以前超ファミコン名人の教え子を借りて、うん、花井さんに森中さんはツンデレ好きと言われているのでお察しかと思いますが、あ、そうそうそう、ファイナルファンタジー13、13の、ライトニングですね。おー、新しいやつだな。あの女やな。あの女あの女渡してもらうときに、地元になるならついてくるなとか言われたら即死してしまうと思います。そいつからチョコをもらうって相当大変だよね。うん、デレ状態の時もらわないと。どういう風にくれるのかっていう話ですよね。そうだね、うん。これでも食べればいいじゃないのさ。どうだろう。なんか、なんか、れ今なんかこれで食べればいいじゃないのよさ。なんかこそっと渡されそう。ポーションとかと一緒に。ポーション。ああ、こそって技だね。エリクサーとどもに渡した。ああ、なるほどね。これまずいぞって言われてる。チョコ食ってからこれに紛れておけみたいな感じで。あれ？あ、それじゃない。あとゲームではないですが、ドラゴンボールの人造人間18号。あ、かわいい、かわいい、かわいい。かわいい。ね、クリリンの嫁ですね。クリリンの嫁。ね、こうしちゃって、子供まで作っちゃうってね。そうだよ。ペンネームヨシさん、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、はい、チョコをもらいたい女性キャラは自分が初めに、うわ、なんだこれ、ハマったかな、ときめきメモリアル より藤崎しおりです。なるほど、それね、俺もちょっと考えた、ちょっと考えたんだけど、王道だね、王道、それできるやん。でも告白するけどチョコもらわないね。バレンタインは絶対にあるかあるかあるか、あのガールズサイトの方なんかバレンタインイベント自分でちゃんとチョコ作って渡すっていうミニゲームがあります。めんどくさいことやんなきゃいけない。どうでもいいよね。すんごい作りますよ。キラッキラしたのができます。キラッキラ、うん、成功したら。まあ、しおりから確かにもらいたいね。しおりはもらえるってば。絶対うまいの作るもんね、あの子。俺知ってんだ。何してんの。ちなみに PC エンジン、プレイステーション、そしてセガサタン版と遊んでいます。最近は PSP でも発売されていますよ。へー、乙女ゲーとかそういう恋愛ゲームのキャラクターで言い出すとキリがないですね。キリがない、キリがないし、できるダブルプラスだって1個のこっちからチョコレートくれるんじゃない。めちゃくちゃ出ますよ、ケーキ作ってやって。そうそう、絶対もらえんじゃん。そうだ、皆さんこんばんは。どうも、トシコです。トシコ。トシコ。出た。嘘、嘘だ。なんだ。ネカマや、ネカマ。ネカマだ。ネカマや。私がチョコあげたいのは、今が旬の逆転つながりで、三つ剣レイジですね。あー、みっちゃんだ。みっちゃん。みっちゃん。みっちゃんって言うの。みっちゃんって。みっちゃんって、スリーポイントの人だね。スリーポイントの人だね。おばさんが言ってるもんね。おばさんがみっちゃん。みっちゃん。でもなるほど、くんの方が好き。どうでもいい。何？あのクールさがたまらないです。確かに。でも伯爵はもっと好きなのでリアルにあげたいな。わー、やったとしこ。ぜひこちらの方に送っていってください。と、ここは冗談はこれぐらい。冗談だろ。ここからはトシですと。もらいたい、もらいたい女性キャラは、FF13 のライトニングですから、ね。またかい。もう2票。人気投票だな。あの格好良さは惚れますね。実世界では花井直ちゃんから届くのをお待ちしています。ほんまに？ライトニングとダブルだから。エリクサーと一緒に飲まないと死ぬぞ。そうそう。だってか、ライトニングは声が坂本真綾さんなんです。見たことないんですよ。ある、ある、あの写真は見たことある。PV 流れてたでしょ。あのエスクエアショップに飾られてる。え、そんなに言いにくい。スクエアショップ。スクエニアエニックスショップに飾られてます。そうだね。確かにかっこいい。みんな強い女性が好きですね。おでもゲームに出てきちゃうとやっぱ戦っちゃうからね。戦っちゃうそう。だってピーチ姫だからだって助けようと思ったらガンガンカード乗ってなんかガンガンぶつけていくんだよ。 USA なんかすっげえガンガン株抜いて引っこ抜いちゃう、引っこ抜いちゃう。強いっすよ、まあ。はい、次 ST さん、うん、はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。花井さん、はいはい、真夜中では、握手していただきありがとうございました。どうも。自分は真夜中にてスーパースターソルジャーかな、うん、でまさかの2位でした。はいはい。さて今回はバレンタインをもらいたい女性キャラなどなどですが、自分は迷いますがドリクラのルイカ。うん、あ、ドリームクラブ。あれ、ね、ルイカだ。お金払えばもらえんじゃないの、ドリームクラブ。そうだよ、あんな金でどうにかなるよね。ドリームクラブさん、お金でなんとかなるって聞いたよ。アイマスの三浦あずさですね。SNK ならやっぱり知らぬ今に限ります。あ、知らぬ今。あのプリンプリンでしょ。ルイじゃないですか。あ、なるほど。あれで道歩いたら捕まる。であればナコルルの妹が好き。リブルね。であれば
であれば、ね、であれば受け取るぞってあ、知らぬ場合嫌いじゃないね。傾向がバレるのでこの辺りでやめておきます。伯爵に今度握手してもらうことも今日にします。あ、ごめんなさい、夜会えなかったから申し訳ない。ぜひまた、はい、いや来いよ、じゃあここに、まあ、どうでもいい。あ、いいですね、そうだね、いやだって遠いですもん。遠いな。お土産で僕自分のブログに食べ物くださいって書いたんですよ、うん、そしたら地元のお土産ですってもみじまんじゅうもらいましたね。あ、広島や。そうや、ほら遠いわ。すいませんでした。テペさん、はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。テーマですが、まずもらいたい女性キャラは、キングオフファイターシリーズ、竜子の剣シリーズのキング。あれだ、あのバトラーの格好してる足技の人でしょ。そうです、ね、みんな強いもんな。一発の強いね。ベルムストライクの人ですね。あ、ベルムストライクだ。ベルムストライクっていう人だ。最初何言ってるの。これカプコン来ねえな。ファイヤーエンブレムシリーズのミネルヴァ。あ、ドラゴンナイトシリーズのシャルロット。ああ、ミネルヴァなんて竜でランスの先にチョコ持ってきてる。おー、すげえかっこいい。取ってみな。ねれんねれんねんとかって。死ぬかな。パラソルチョコレートみたいな。パラソルチョコレート。竜で飛んできちゃうぞ。おー、そうそう、うっかりゴードンがなんか落としたんだよね。逆に上げたい男性キャラはギース・ハワード。ガロの伝説シリーズ。ギース・ハワード、ギース・コッポの人、一番最後のボスですよね。あースーツ着てる。あースーツ着やったらかっこいい。人の 1.5 倍体重があるような、ごめんね。いえいえ、ファイアーエンブレムシリーズのカミルということで、格闘成分。あの後のロクシだ。仮面つけてシーンつけて、どのどのつら下げてみたいな。盛り上がってる。ここ上げたい。以上。おー、なるほど、ありがとうございます。おお、ちょっと俺に近い感じの今いい話だったな。他の人もあげたいっていうのあるんだよね。今回そういうの、そうそう、そういう趣旨もありってことだよね。いや、ネカマさんをもっと募集したかったんですけど、ね、ネカマさんもっと募集して。ここで大体の話が終わってしまったよ。あげたい男性、はい、あ、じゃあ、あの、はい、はい、なんと新コーナー。おお、何ですか。読んで。ドッキドキエンジニアリング。おお、これ何ですか。これ何なんですか。番組オリジナルゲームを企画しよう。作ってくれる人を探そう。なるほど、なるほど。イエーイ。パリキ本願よっ、まあ、よっ。これいいですね。僕もあの名人のイベント行ったんですけど、うん、あのその中であの某鉄工さんが、某鉄工さんが行っちゃった。みんなで作ったゲームを自慢していただいたわけですけど、うん、自分で作ったっていうかね、オリジナルみんなで作った、ね、オリジナルのファミコン。グレードアイランド、グレードアイランドって。嘘。もうねんだよね。俺が11人で作ったみたいな。そう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 、マジですごかったよ。あの、キャラバン用の新作のファミコンのシューティングゲーム作ってきた、うん、全部オリジナルよ。そう、うん、シューティング。そうでね、すごいハドソンの匂いがプンプンするの、うん、シューティング。え、音楽も。音楽も多分そうだと思うよ、ね、似たようなあのやっぱりあのイメージはあるけども、音楽はちょっとパクリってしてる、ね、まあ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 、いろいろ濃い感じ。いろいろなんかシステムってこう敵の出方とかそういうのがすごくハドソンので、そのキャラバン仕様だから、こうするとボーナス、こうするとボーナスとかっていう、なるほど、そういう刺激を加えるのを作ってて、これを何、こう俺たちのえジャンル何、何でも別にあのシューティング。でもさ、全部入れていいんじゃないの。そんなあのアリナの挑戦状みたいな感じで、アクションもあればシューティングもあって、アドベンチャーもあって、ドンキーコングみたいなアクションで、うん、伯爵が花井さん担いで走る、うん、あ、ディーディーとドンキーコングみたいな、うん、で俺ボスにこいつ投げる。そう、投げたからお前って割って、ダンキューって花井さんがキューで、そうそう、こいつ上でワイヤーのワイヤー、そうそうそう、あ、なるほど、これちょっといいね。それお、これぜひもしですね、伯爵は鎧とか兜とかどんどん装備していけばいいんじゃないですか。ガチャン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 。そして 100m6 秒いいですね。まあ、というわけで、まあ、なんでもいいんですけど、あのファミコンゲームはね、さすがに作れないし流通もできないので、XBOX?うん、XBOX なら、ね、可能性もあるし、ウェブでもいいし、うん、フラッシュでもいいし、ね、RPG スクールだって RPG スクールだっていいし、まあ、なんかみんな、あ、対戦ゲームのやつもあったよね。対戦ゲームも作れるやつあったよね。あったあった、うん、あったあった。こんな写真、うん、これ我々の写真 PSI で写真撮って、はい、そしたらあの格好こういうポーズ撮っとけば、うん、出てきて、写真が出てきて戦うんですよ。へー、ああ、もうだからそういうのだから我々写真が欲しいって言ったらね、やりますし、あのジャケットを作りますとかでもいいじゃん。モーションキャプチャーやりたい、ね、私ジャケット描きますとか、うん、作曲します、
そういうことだよね、うん、そうそういうことです。だから作曲はだから植松のご参加誰かに頼んで、そうですね、ドット絵作ります。でプロデューサーは時田隆に頼んで、あ、そうですね。でそうすると宣伝はあれかな、高橋名人かな、そうですね、広報広報そう、山本さんに、うん、で声うちらで声うちらでここでまさかのクオリティきた今までトップクラスの人、おいおい、一応やってるってばよ、一応やってるってばね。いやいやいや、そういうね、曲がりなりもそういうので参加してくれる人っていいですね。メガマスの歌ありますんで、だからこんなの作りましたとかちょっと動画送ってきてくれて、許可的なものが取れればね、そういったものでもいけば、ドッキドキ殺人事件がいい。は、誰死ぬの、私死んでんの、俺で、私は待て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 、出番ないやんけ。そしたらほな鳥海ちゃん行くでとか言うとやるんで、ちょっと待て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 、俺の出番、またシューティングとかも入れれるじゃないですか、ギャラクシーバーニーみたいな。なるほどなるほど、はい、で俺の出番は何、オープニングのそのちょっとだけかい。死んでるんだもんね、俺。それか何、ワオドが、あと悪い。途中でね。途中で。悪いやつがいい。ノリオさんの役がいい。なんでサンマの名探偵をメインで考えてくるんだよ。丸ごとあれを。丸ごとあれを。あ、でも、正直、あれを丸々パクって俺たちだったら、面白い。そうですまさかのサンマの名探偵。それピチャドとかです。あー、なるなるなる、それは面白いね。だ俺死んでんだ。いや、どっちでもいいですよ。そうかい、いい、俺は死んでるよ。ノリオさんの役でもいいです。文珍さんですか。文珍さん。じゃあグラフィック全部の実写取り込みよ。実写取り込みだろうね。めんどくせえな。俺死んでるシーンとかこうフラッシュでやるんだね。あ、花井の名探偵いいですね。そうそう、名探偵。迷うの方の。あ、面白い。あ、いいですね。なるほどなるほど。桜田明治も参加ということで、そうですよ。伯爵がアフリカの星を盗んで、そうだそうだそうです、そうです、俺が盗んだな。私漢字読めないからさ、ちょっと、うん、なんかウォークインさんが死体がいいっていう意見がいっぱい来てるんですけど、そうウォークインさん死んでたら俺も参加できるもんね。そうですね、ウォークインさん死ねばいいんだ、死ねばいい、名案ですな、名案です、そうで、恋人役です、なんでですか。で、あのベッド調べるから、勘弁勘弁、パンツとか、パンツとか、実写でやりますよ。やめてください。アスカンさんのパンツも用意して、おパンツを見つけたみたいな。我々は被る。そうそう。被る。変態仮面。お母さんのパンツを郵送してもらいます。お母さんのパンツ。そう来ると花が被るな。で、それ作って、うちで売りましょう。あ、そう。売りましょう。売ってくれますか。やった。もう発売元勘も決まったぞ。よし。あとは作るだけだ。作るだけ作るだけ、まあ、アドベンチャーゲーム。いずれにせよあのこんだけ人がいればね、うん、なんかできるんだよきっと。おお本当に他力本願だね。ね、はい、なるほどなるほど。というわけで、このコーナーをレギュラー化しますので。お来週何かがきっとみんなから進んだものが出てくるんじゃないかな。うっそー、この1週間で待って、俺がリアルに頼むのだと本当にプロの人たちばっかりだぞ今。お金が学生さんとか、あ、学生さんいたらいいね。うん、いあの実際に秋葉 UDX の、うん、で、あの素人というかプロじゃないインディーズの人たちがゲームを作ってるの、うん、なんとか会みたいなのもあんのよ。実際あんの、あんすげえ、それシューティングとか、うん、でまあ実際、まあ、秋葉だったら同人で作ってる人もいるし、そうだろうね、だからなんかあるね、リソースはどっかに。おなるほどなるほど。じゃあ我々ねそれ一枚かませていただいて、あ、じゃあ夏に売るか、おコミケか、夏のコミケは今日締め切りです、今日締め切り、あ、残念。じゃああのちょっとね一択、冬かな、冬かな、冬ゴミ、冬ゴミ、わかります。じゃあまあ私が手売りしますわ、そのあのホコ店で。あでも、あ、そっか、そういうことか、ホコ店だね。え、ホコ店で売っちゃダメなの？ここでやダメです。ダメなんだ。じゃあここで売るか。ここで？あ、じゃあ手売りしてるね、ここで。そうそう。ここでチケット、投資のチケットとについてくる。あ、でもさ、秋葉ドット TV さんと共同で冬ゴミ出てなんか売る企画やりましょうか。おお。それがいいや。そしたら俺たちもほら金儲けっていうモチベーションがあれば頑張れるじゃん。頑張れる。ギャラリー。いい428みたいに写真っていいね。私あれやりたかったんですよ。428街とかその写真が出てきてサウンドノベルみたいな感じで。あ、そうだね。サウンドノベルしたら思ったより、でまあ俺らも喋れないんだもんね。そう。
でちょっとなんかこうゲストにみんな出てもらってさ、そうですよ、うん、ポロリできる人とかね、ポロリ、ポロリできる人呼んでもらっていいかな、ポロリポ、下はそっち、いや別にいいけど、18禁いいけどセルシー、セルシーにまさかのポロリじゃないですか、ポロリもあるよ、ポロリもあるよっつって、あるよ、で、できるだけ美女を呼んどいてさ、そうそうそう、うわ、こいつらが、こいつらがって言って最後に、そう、なるほどなるほど、あ、引っ張って引っ張って、そうそうそう、花井さんじゃダメなんですか、ポロリあります、え、なんで君は別に言いようできないの、やっちゃいますみたいな、ちょっと嬉しそうにね、やっちゃうみたいな、というわけでございまして、ついにね、あの花にポロリもあるということでね、すごいよ、ひどいよ、でただ何のポロリか分かんない、何がポロリか分かんない、いいポロリかどうか分からない、悪いポロリか、我々は常に裏切るんですよそうです、君らの期待を全部裏切る、全部裏切る、そりゃそうだ、そりゃそうだそうだな、でも、うん、まあまあまあできないことはない、冬コミ抽選だから落ちる可能性もあって、でも428渋谷じゃなくてどっかって八王子でやろうか、八王子しますか、秋葉にしてください、八王子でやる、なんで秋葉くんの、めんどくさいよ、八王子ロケ行こいよ、もう出かけんの嫌だよ俺ここで八王子から来てんだっつってんの、八王子城跡でやりましょうよ、もうびっくりしました、俺たちじゃない、八王子だったら八王子城跡はそしたらちょっと有名になって、これもでもコミケってスタッフになって入んないとめんどくさいから、そうですよ、並んで入るの俺、並んで入ったことないもんね、私入ったことがないもん、並んで入ったことない、入ったことがない、全部チケットチケットでね、うん、あれももう厳しくなって、行ったことないわ、あれでも冬はまだマシかな、いやな、夏は暑いでしょ、夏だって俺、侍だったら全員切り越してるからね切り捨てごめんで全員切ってるからね、当たっちゃって当たっちゃって、もうおーベタベタするね、いやだい、でもまあ夏コミの方が露出は激しいからもしれないな、うん、そうでもないよ、そうかい、もう俺の時代と変わっちゃったのかい、あの規制があるんで、そうそうそう、あ、まあまあそれはそうだ、もちろんそれはそうだけどもさ、あの肌さらしちゃダメなんですよ、あ、そうなんですか、そうだ、だからあれだ、ある程度はいける、ある程度、あの薄いの着らなきゃ、全身タイツみたいな、そうそうそう、フィギュアみたいな着かなきゃ、そう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 、そうでもまあ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 、そうだね、最近じゃあ目指せ冬コミ1000万マジですか、プロジェクト壁サークル1000万、何フラン、フラン、円、フランの方が難しい、フラン、何言ってんだろう、1000万円なのか、1000万円コミケで売ったらニュースになるやんけ、俺らめっちゃ面白いシナリオ、いる1000万いる、でもめっさおもろいシナリオ書いたらもう目指せ日暮らし的な感じになるわけでしょ、あ、噂のめっさ、リュウキさんだっけ、絵じゃない、例えば、例えば鼻井抱き枕とかね、え、あーグッズ、グッズね、あグッズなの、鼻井抱き枕、いやまあ鼻におっぱいマウスパッドとか欲しい膳で着てるから僕は置いといて、ほんとリアルにそのごめんね君じゃなくてもいいんだけどさ、シリコンかなんかでおっぱいの型を取ったやつで作ろうとしたら結構売れるんじゃないかと思いますそれだけ、それおっぱいだけじゃん、おっぱいの何が悪いんだよそれ、おっぱいのマウスパッドやったらそれいいけど、それそんなのもうあるじゃん、あるかどうかしたら飲めろでやれやん、これが悪いじゃねえか、もっと金よこせよ、怒ったしびっくりしよ、怒ったしいや、そういうのあったら面白いなと思って、顔隠しといて開けてみたら白尺だったり、ああそうだよ、八七一鼻作ってください、鼻一待て待て待て、主役かい、主役ですね、俺どこ行った、数字で表せますか、福丸、あ、いけるか、福丸いける、福丸いけるよ、290、お、290、やった、まあ、肉丸になるけど、肉丸およく言われんだ、やった、これ2人いけますよ、数字で871290、お、お、出た、1000万儲けてライブ、ライブって何をすんの、なんか有名歌えないのかな、歌うんですよ、トークショーでいけるじゃない、トークショー、うん、今やってることとあんま変わらねえじゃねえかよグダグダトークショーを使ってライブ、今だって客来てねえのにどんなに来るんだ、びっくりするわ、まあまあまあそれをね、まあまあまあ、やらせていただく、アギバドット TV の偉い人いるから、あ、うんって言ったから、そうだ本当ですか、1000万でもね、1000万ドンっていう人だよね、ドン50万円だよ、50万、でもそれでもすごいよね、すごいよ、すごいすごいよ、だってまあまあ焼肉ぐらい全員いけるぐらいいけるね、朝日で3日目は飲めるよ、うわー、朝
い貸し切りよ。朝日そこの何で150円だろ。ハイボール150円だ。いいじゃんいいじゃん。50万円あんのに。そこで漫画出てきますよ。できるできる。やったー。こっからここまで出てきる。おお全部。全部。やった帰れパターンできんの。やったー全部食べる。全部帰れパターンできる。ただあそこおっさんが来てから作ってからすごい時間かかる。まあでも全然。すごい時間があるからね。というわけでございますね、あっという間に1時間半でございましたけれども、こんなダラダラしたところですね、またやっております。来週、また火曜日のですね、9時半ごろ、今日来たら始まったのかな、まあ、途中ですね、花井の規制が入って消えましたけども、そうそうそう、ね、なんか言っちゃいけないこと言ったのかな、もっと言っちゃいけないこと、この後言うよ、ポッドキャストもあるので、そうですよ、ぜひ見ていただければと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。瀬尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また来週。Bye-bye.